なんだったんだろうね。いないよね、現時点でその飛び級入学ってやつ。でも彼は子供じゃないぞ。俺たちと同じ3年生の。しかも君同じクラスだしね。リリアちゃん、リリア・バン・ルージュ。斬新。うわっ！こいつ、瞬間移動したんだぞ。いやもう3年にもなると瞬間移動ぐらいお茶の子再生でしょ。お主ら、わしの年齢が気になるとな。こんなにピチピチで愛らしい美少年のわしだが。なあ、ピチピチで愛らしいの。確かにそこのメガネが言うように、子供とは呼べない年かもしれんな。そこのメガネで。いいだろ、普通に名前呼んでやれよ。ピチピチ。すげえ顔すんじゃん。遠くから見るだけでなく、気軽に話しかけに来ればよかろう。あ、マジで？じゃあ俺、気軽に話しかけますけど。同じ学園に通う学友ではないか。我がディアソムニア寮はいつでもお前たちを歓迎するぞ。あ、本当？じゃあ遊びに行くわ。遊びに行くね、今度。遊びに行くね、二人とも。あっちのメンツは全然気軽に話しかけてほしいって感じじゃないけどな。いや、そりゃ、初対面じゃなくて。緊張することあるでしょ。多分人見知りとかかもしれんや。食事中上から失礼したな。ではまた、いずれ。あんま言うことないよね、食事中上から失礼って。あんま言うことないよね。あっちの席と俺たちの席、軽く20メートル以上離れてんのに、俺らの話が聞こえてたってこと？いや、こんだけ大きな声で喋ってるわ、そういう。怖っ。まあ、そんなわけで、ディアソムニア寮は少し特殊なやつが多いイメージだな。特殊なやつなんてもう全員じゃん。この学校通ってるやつ全員特殊じゃん、もうなんかイメージ。魔法全般に長けた優秀な生徒が多い。ああ、なるほど。寮長のマレウス・ドラコニアは世界でも5本の指に入る魔法師と言われてるくらいだ。あと4人気になるんだけど誰？マレウス君は正直ヤバヤバのヤバだよね。つか、それを言うならうちの寮長も激ヤバなんだけど。ヤバヤバのヤバでもな、つまりなんだ、ヤバいっていいのかそれは。何の情報も得られん説明だなそれ。本当にな、タルトを一切れ食ったくらいでこんな首輪つけやがって、心の狭さが激ヤバだよ。僕って激ヤバなの？ちょっと今の言い方かわいいな。僕って激ヤバなのって言い方。そうだよ、幻覚を通り越してただの横暴だろ、こんな。おお、コントしてんだろお前ら。エース、後ろ。え、寮長。おっこだね、おっこだね。あ、おっこで終わっちゃった。あれだな、リドルが激ヤバっていうなんか言葉を使ってるから、なんか可愛い感じで出るんだろうな。使わなそうじゃん、もうずっと食堂にいるこいつら。就職ギルティって罪なの？いることが。いることが罪なの？え、寮長。おっと、リドル君、今日も激ヤバなくらい可愛いね。うん、ごまかせてる、いいの？可愛いでいいの？ケイト、あまりおしゃべりが過ぎるとそのよく回る口ごと首を跳ねてしまうよ。見てみたいもんな。だからその首を跳ねる瞬間、物理的にね。いやいや、勘弁してよ。こいつ入学式で俺様に変な首輪つけたやつだぞ。今首輪ついてるから余計大変だろうね。首輪に首輪ってさ。君たちは昨日退学騒ぎになった新入生か。あ、どうも。ちょっとね、いろいろあったんですね。見てください、このシャンデリア。デュースがね、一番の被害者なのに頑張って、エースとスクリームも含めてね、あの4人で頑張って取ってきたんです。どうですかこれ、まるでイクラのよう。光り方がまるでイクラのよう。人のユニーク魔法を変な首輪呼ばわりするのはやめてくれないかな。実際でも首輪ではあるじゃん。まあ、変なって言ったのは、まあ、こいつがちょっと癖でね、あの口悪いんですよ、うちの子。まったく、学園長も甘い。規律違反を許していてはいずれ全体が緩んで崩れる。ねえ、学園長も何も、あの闇の鏡が悪くない？俺のこと侮辱したんですよ。どう思いますその辺？じゃ、闇の鏡が悪いと思うんで、闇の鏡を壊しましょうか、じゃあ。闇の鏡を壊しましょうか。ルールに逆らったやつはみんな、人思いに首をはねてしまえばいいのに。本当？じゃあ俺ギロチン作るけど。協力してくれる？やろうよ、じゃあ。
行人作ってルール破ったやつ全員打ち首にして、怖っこの学校。顔に似合わず言うこと怖っ。じゃあ可愛いと思ってんだ。学園長は君たちを許したようだけど、次に規律違反をしたらこの僕が許さないよ。あ、本当？それ俺も適用されてんの？俺とグリムはオンボル寮なんですけど、その辺はどう思いますか？あ、じゃあオンボル寮壊してもなんか怒られたりします？いや、壊して新しく寮を作ろうと思ってるんですけど。ところで寮長、この首輪って外してもらえたりしませんかね？しませんって。反省しているようなら外してあげようかと思っていたけど、聞いちゃったもんね、さっきのね。先ほどの発言からして君に反省の色があるようには見えないな。うん、なかったよしばらくそれをつけて過ごすといい。あ、本当？肩凝るぞ心配しなくても、1年生の序盤は魔法の実践より基礎を学ぶ座学が中心だ。あ、やっぱそうなんだね。魔法が使えなければ昨日のような騒ぎも起こさなくてちょうどいいだろ。うん、逆にありがとうさあ、昼食を食べたらダラダラ喋っていないで、早く次の授業の支度を。あ、でも食った後すぐ動くとゲロ吐きそうになるから、ちょっと待ってほしいもん。ハートの女王の法律第271条、昼食後は15分以内に席を立たねばならない。あ、マジ言い弱い人大変だねこれルール違反はお分かりだね。はあ、また変なルール。返事は、はい寮長元気だな。はい寮長もうやけくその反抗期の子供だもん、今言い方が。よろしい、いいんだ。まあまあ、俺がちゃんと見張っておきますから君は副寮長なんだから、ヘラヘラしてないでしっかりしてよね。なんかこんな関係性だったんだ最初。こんな、なんか何とも言えない距離感っていうか、何とも言えない距離感あ、そうなんだ。僕はハートの女王の法律第339条、食後の紅茶は必ず角砂糖を2つ入れたレモンティーでなければならない。あ、ほんと甘いの苦手な人大変だね、角砂糖2つって。あれ、もう1個入れたいけど、もう、3個だったらいいかな。俺ミルクティーの方が好きだな。を守るために購買に角砂糖を買いに行かなきゃならないから、これで失礼。ないの食堂に角砂糖？角砂糖ごときもないの？まったく、シュガーポットに角砂糖を切らすなんて重罪だよ。それなんか食堂のおばちゃんとかに言えばいいんじゃない？角砂糖ないんですけどって言わなきゃ、言えばいいじゃん。角砂糖の話だったらあるでしょ、学校に。ないの角砂糖？あ、ここで初めてブロッドが溜まるシーンが出るんですね。なるほど。ひえ、焦った。3年生なんだから、そこは言いなさいよ。超感じが悪いんだぞあいつ。こら、失礼だぞ。寮長、言ったか。え、さっきの温玉の人？あ、ちょ、髪の色が違うわ。俺、ハートの女王の法律第186条、火曜日にハンバーグを食べるべからず。何その法律？違反してハンバーグ食べてたから、見つかったらどうしようかと思った。はあ、食うものくらい自由にさせてほしいよな。なんで火曜日にハンバーグ食っちゃいけないの？なんか思うところあるんでしょ？言いなさいよ、そこちゃんと。言わなきゃ伝わんないから、お前ら。寮長は入学して1週間と経たずに寮長の座についた。で、1年の時からついてたんだね。先輩にかなり反感買ったんじゃないの？少し言葉がきつくなりがちだけど、寮を良くしようと思ってのことで、根は悪いやつじゃないんだ。まあ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 、話し合いが必要かなとは思う。根がいいやつはいきなり他人に首輪つけたりしないんだぞ。まあまあまあその通りだなって顔すんなお前らも。入学式で暴れたんのも、うん、それだよ、それが悪いよ。でもあの首はいきなり魔法が使えなくなるし苦しいしで最悪だったんだぞ。なんかサイズ調整あるんだね。グリムもつけれる、エースもつけれるっていう。ん？リドル君のユニーク魔法のこと？
あ、ここでユニーク魔法の話。ユニークということは寮長独自の魔法ということですか。なんだろう、学園アリスみたいな感じのイメージがある俺は。厳密に世界で一人かはさておき、うん、一般的にその人しか使えない個性的な魔法のことをユニーク魔法と呼ぶ。うん、そのうち授業でちゃんと習うと思うぞ。あ、本当。リドル君のユニーク魔法は他人の魔法を一定時間封じることができる魔法。これ強いよな、どう考えても強いよな。あ、ていうか何、魔法学校に通っているうちとかになんかそういうユニーク魔法が生まれるのかな。卒業して世に出ている魔法使いとか魔導士ってみんなユニーク魔法持ってんのかな。その名も、あ、その名もオフ・ウィズ・ユア・ヘッド。そこはリドルが言ってくれんだ。名前がもう怖えのだ。魔法師にとっては魔法を封じられるのって首を失うのと同じくらい痛いからね。ってわけで寮内ではリドル君のルールには逆らわない方がいいよ。なるほど。逆にルールにさえ従っていればリドル寮長も怖くないってことだ。でもなんか休む暇なさそうで大変そうだねそれね。そういや俺タルト買って帰らないとまたケイト先輩に追い出されるわけ。そうだね、ハートの女王の法律第53条でそう決まってるからさ。くなに、アーチラビル流星みんなこの法律覚えとんの大変だね。こっちで法律覚えてあっちで授業習って。あとリドル君は特にホールケーキの最初のワンピースを食べるのを楽しみにしてるから、うん、そういうフェチじゃん。もうきっとホールじゃないと許してくれないよ。なるほど。仲良くしようとか言っといてそこは見逃してくんねえのかよ。それはそれ、これはこれ。しかしタルトをホールでってだいぶ高くないか。確かに。げえ、俺そんな金持ってないんですけど。じゃあ作っちゃえば。あのタルトも全部トレイ君が作ったやつだし。うん、そっか、そうだね。意外な特技、確かに買うよりは安いかも。意外な特技、人それぞれいろんな特技はあるでしょ。買うよりかは安い。あ、下の選択肢選ぶことやね。下の選択肢がなんか意外にも普通だ今回は。買うよりは安いね、作った方が。あのタルト、トレイ先輩が作ったの。すげえ、売り物みたいでしたよ。あ、本当、そのタルトの絵見てないからさ。ありがとうな。確かに器具や調味料なんかは一通り揃えてあるが。ああ、揃えてるっていうか、それ何、トレイの私物、ハズラビリルにあるやつ、どっち。ただで提供するわけにはいかないな。あ、で、私物、私物ってすごいな、それ全部持ってきてんの。金取るのかよ。後輩から金を巻き上げるわけないだろ。なんか巻き上げいきそうな先輩だけど。さっき次にリドルが食べたがってたタルトを作るのに栗がたくさんいるんだ、集めてきてくれないか。どこにあんのその栗。どっちにせよ面倒。でどれくらい栗が必要なんすか。5億個。何でもない日のパーティーで出すとすると2、300個くらいかな。結構な量。そんなに。栗に熱を通して皮を剥いて裏ごしするところまで手伝ってもらおうか。そこまででいいんですか逆に。俺様帰っていいか。僕も。お前にとっては同じ量じゃ。帰るも何も。白状者。まあまあ、みんなで作ってみんなで食べたら絶対美味しいって思い出作りってやつ。お料理ブロガーデビューもできちゃうかもよ。あー、でもそれブログを続けなきゃいけないというめんどくささで心折れてやんないと思うよ。寮長には内緒だけどマロンタルトは作りたてが一番うまいんだ。まあ何もかも作りたてが一番うまいよ。出来たてを食べられるのは作ったやつだけだぞ。あ、いいなその言い回し。おうおう、お前ら気合い入れろ。栗を拾って拾って拾いまくるんだぞ。おい、ここに単純なやつがいる。変わり目早っ。どこで栗拾えばいいんですか。栗の木は学園内の植物園の裏の森にたくさんあったはずだ。なあ、そうなん、栗の木もあんの。ここ大変だね。大変か。よーし、じゃあ放課後植物園の前に集合で。よっしゃ、ゴーゴー。
クリヒロイ。なんだぞ。ちょっとここらでクリヒロイするか。なあ。懐かしいな、アリゴリズム体操。